平成5年5月16日 JRA の歴史の中でもこの日は記念すべき一日となることは間違いありません。世界に解放された安田記念、それにふさわしい胸躍るメンバーが揃いました。外国からはキットウッド、そしてロータスプールの2頭が参戦しております。放送席の解説は大川圭次郎さんです。大川さん、はい、本当に素晴らしいメンバー揃いましたね。そうですね、ただ私にはね、はい、外国馬の実力がよくわからないんですよ、はい。この、ベストスプリンターなのかどうかね、はい。ルアーっていう強い馬、これは分かってるんですがね、それ以外にはちょっとわからないんですが、ちょっとキットウッドの立ち遅れが心配ですね。そうですか、さあ、こういう入れ込んじゃうとね、はい、ゲートの中でじっとしてないと思いますからね。そうですね、先ほどからの、本馬場に登場してからもかなり入れ込んだ仕草を見せておりましたが、そういうことではそれでは大川さんのまとめをここでお聞きしましょう。はい、はい、私は日本の馬5頭の競馬でね、大川賞 2頭ね、西のフラワーシスター東証、はい、それから山人ゼファーとムービースターと新興ラブリーと、はい、この5頭のいわゆる日本の、スプリンターマイラーで超一流の馬たちというところですね、はい。まあ、この今挙げてくださった馬のを見ましても、まあ、いずれ劣らぬという感じですね。しかしそうですね、みんな G1 には出てますしね。そうですね、ですからやっぱりかなりのものでしょ、この5頭はね。なるほど、はい。さて、その各馬が集まっております。スタート地点にはフジテレビの吉田信夫アナウンサーがスタンバイしてくれておりますが、吉田さん、はい、スタート地点です、はい。そのキットウッド、やはりかなり入れ込みが気になりますね。まあ、真っ黒なブリンカーをつけているんですが、終始こう首を縦に横に振ってなかなか落ち着こうとしません。まだそうですか、はい、そうですね、はい。他の新興ラブリー、西のフラワーは落ち着いたものです。今ゲートインが始まりました、はい。今のところまだ入れ込んでる馬というのはそのキットウッド以外ではいますか。あとですね、髪のクレッセがちょっとうるさいところを見せてますね。今キットウッドがゲートに収まります。愛情はもちろん竹豊、はい。大川さん、はい、まあ、ペースを作るのはおそらくマイネルヨースだと思うんですが。そうですね、マイネルヨース、トモエリージェント、はい、それから西のフラワー、新興ラブリー、この辺も前へ行くでしょうね。勝ちタイムはどのくらい予想されてますか。32秒78というところですね。なるほど、はい、かなり早いですね。さあ、一番最後にムービースターというゲートインです。世界に解放されて初めての安田記念、素晴らしいメンバーが揃いました。さあ、今ゲートが開いた。一番いいスタートを切ったのはムービースター、そして下げたのは11番のハヤブサ王冠であります。さあ、先行争い何が行く。インコースからはトモエリージェントが行った。そしてマイネルヨースもスーッと行く。新興ラブリーも早めに行った。外の方からは山人がスーッと下げていく。そして西のフラワー行く。西のフラワーちょっと引っかかったか。西のフラワーちょっとどうやらこれは引っかかった。外から進行ラブリー、そしてその後ろキットウッドもちょっとかかり気味。外から山人が上がっていく。さらにはその向こう側からはロータスプール、インコース1番のトモエリージェント、そしてシスター東証も早めに行きます。13番の神のクレッセ、そして10番が共和宝石、外の方からはトシグリーン、さらには6番のイクノディクタス、そして9番のプラチナシティが続いています。その後ろ8番の AP ジェット、その方からは上がっていくムービースター、早めに行ったぞ。さあ、11番のハヤブサ王冠が最後方。こんな体勢でさあ、前半の 800m は一体何秒で通過していくか。今通過46秒の前半か。まずは平均ペース46秒の前半、しかし安田記念ペースであることは間違いありません。さあ、4コーナーのカーブに間もなく差し掛かります。間もなく4コーナーのカーブに差し掛かる。キットウッドはどこで出る。依然としてマイネルヨースが先頭だ。そして外からはヤマニンゼファーが虎視眈々。インコースからは進行ラブリー、4コーナーをカーブして直線コースに入ってきた。依然としてマイネルヨース先頭だが、外から叩き出された。ロータスプールが来る、ロータスプールが来る。キットウッドもやってきている。しかし先頭はヤマニンゼファーだ。ヤマニンゼファーが先頭に立った。インコースからは進行ラブリー、インコースからは進行ラブリー。先頭はヤマニン、先頭ヤマニン。キットウッドインコースから黒い帽子、ロータスプールもやってくる。外からシスター、外からシスター東証やってくる。そして12番のトシグリーンもやってきた。先頭山に、先頭山に、ロータスプール2番手、キットウッド、そして新興ラブリー2番手は上がった。水馬単独戦、14番のヤマニンゼファー、2番手争いは混戦。勝ったのはヤマニンゼファー。柴田義富やったぞ、 G1 初制覇。勝ったのはヤマニンゼファー、安田記念連覇。最後の末脚は素晴らしいものがありました。そして2着は大混戦になっています。ディフェンディングチャンピオンヤマニンゼファーが今年の安田記念も制しました。鮮やかな末脚、ヤマニンゼファーと、そして柴田義富。柴田義富はこれが嬉しい G1 初制覇です。
さあゴール前です。大川さん、はい、ヤマニンゼファーが今日は終始積極的なレースで早め早めでしたね。そうでしたね、もっと早いペースだと思いましたけども、46秒前半ぐらいとお伝えしましたが、もっともマイネル様子がそんなに飛ばさなかったんですけどね、はい、最後の2着争いはこれ これは面白かったですね。ものすごい微妙ですね、キットウッドも来てるし、ロータスプールも来てるし、新興ラブリーも来てるし、外からこれシスターも来てるでしょう。シスターも来てます、ね、さあここでヤマリンゼファーが抜けましたが、今は外ですよね。どうでしょうね、今ロータスプールがちょっと出てますか。さあシスターも来てますね。どうかな、シスターかイクノディクタスの間にいるんですね。あれイクノディクタスですか。イクノディクタスかもしれませんね。イクノディクタスの間に挟まってましたが、ちょっと今のスローもう一回見られますかね、どうでしょうね。2着争いがさあもう一回見てみましょう。今ですね、この間を割ってきている赤い帽子の6番がこれイクノディクタスですね。そうですね。そしてその前にいるピンクの帽子がロータスプール、インコースから黒い勝負服進行ラブリー、ちょっと遅れているのが赤い勝負服のキットウッド、外からシスター当初。この2着争いは難しいですが、シスターか行くのか、シスターか行くのか、進行ラブリーかってところですね。ちょっと難しいですが、とにかくこれはしかし物差し持っていっても分からないようなレースになりましたが、しかしあの外国馬2頭しかし最後までいい足を使いましたね。まあ、あの出遅れがなかったということはキットウッドがね、はい、あれですが、私はあの外国の馬がね、はい、勝つんだったら1着でこれはもうレベルが違うと、はい、いう感じだったぐらいですがね、やっぱりこのくらいの馬ですよこの2頭は。なるほどね。さあそして今スタンド前に柴田芳人、これ嬉しいでしょうね。ヤマニンゼファー G1 初めてですって。これ G1 ちょっと意外ですけども、意外ですね、2着まではね、北斗ヴィーナスで2着目に追い詰めたようなことはありましたけれども ね、G1 初めてかな、いやそのぐらいたくさん勝ってる人ですがね。そうですよね。いや新聞見てね、勝てば G1 初めてだって言うんで、ヤマニンゼファー今出来がいいですからね、はい、しかし本当に強い競馬をしましたよ。本当ですね、西のフラワーと同じぐらいのところにいたんですけどね、はいはい、ヤマニンゼファー、そしてガッツポーズを作りながら柴田芳人が馬道に消えていきます。おめでとうございます。ありがとうございます。 G1 初制覇、初制覇ですね、はい、ファンとしてはあれだけ勝ってる芳人さんが G1 初なんて意外な気がするんですが。まあ今までね勝てそうで勝てなかったんでね、2着はあったんですけどね、2着はあったんですけどね、なかなか全然違うでしょう。やっぱり違いますね、勝った喜びは、うん、勝った瞬間会心のガッツポーズ、どんな気持ちだったんですか。まあよくね馬はね辛抱してくれたからね、まあ馬にありがとうっていう気持ちと、うん、あと応援してくれたファンの人にありがとうと、はい、芳人さん自身も今日はレース運びが積極的でした。まあ馬の力を信用していましたからね、まあこれでも馬はいけるだろうと思って乗りましたから、はい、他の有力どころ、そして外国馬が2頭いました。特に意識するようなところは。いやそれは全然なかったです。自分のペースで自分の競馬ができればそれで勝敗に関係なく満足いくレースができればね、それでいいと思ってましたから、はい。それにしても素晴らしい末脚が炸裂しました。もう本当に素晴らしいなと思ったんですが。本当に強い馬ですねこの馬は、はい、見事にディフェンディングチャンピオンに輝いたわけですけれども、ヤマニンゼファー馬にですね何か一言まず言ってやるとしたら、もう何か言ってあげたんですか。もうありがとうとは言ってやったんですけど、なんて答えてましたか。知らんぷりしてましたね。戻ってくる時の大歓声、またその感動もひとしおなんではないでしょうか。そうですね、気持ちよかったですとても。それではテレビの前でも大勢のファンの皆さんが芳人おめでとうってきっと声をかけてると思うんですよ、はい、テレビの前に向かってですね、メッセージをどうかお願いします。やっとようやく G1 が取れました。またこれからも頑張りますんでよろしくお願いします。本当に今日はおめでとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。柴田芳人騎手にインタビューしました。これから表彰式に向かわれます。